本日のゲストはサッカージャーナリストの大隅義行さんと大リーグ評論家の福島義和さんです。大隅さんは今どちらにおられますか？ドイツのデュッセルドルフです。ドイツのデュッセルドルフ。それであのアメリカとの試合を見てこられたわけですね。そうです。金曜日にあのアメリカ戦がありまして、明日あのエクアドルとの試合があります。あ、なるほど。要するにエクアドルはもう仮想相手、コスタリカが仮想相手だと言われてますけれども。そうですね、アメリカ戦強かったですね。日本よかった。すごくいいところが全部出たと思います。いいところが。でもやっぱりね、ヨーロッパにいてそのままヨーロッパで戦うと調子いいんですかね。そうですね。医療 の負担がないっていうのはこんなに大きいものかと改めて感じます。ああ、なるほど。今あの後ろに映っている建物はこれは何ですか？これはあの試合の行われて2試合が行われるスタジアムです。アリーナというスタジアム。なんか全然スタジアムに見えないんですけどね。そうですね。あの普通の、まあ、あの実際は普通のスタジアムなんですけど、その周りをこういう、あのパイプをこう積み重ねたようなやつで囲ってやって、それであの見た目はなんか周りにメッセの建物があるんですけど、はい、たくさんあるんですけど、そのメッセの建物とこう、はい、あの同一化しているような感じがありますね。なんかパッと見はなんかの伊藤洋華堂のでかいのかなというそんなか印象なんですけどね。どうぞ大丈夫です。コスタリカとの試合もそこで行われるわけです。そうです。あの、はい、ユッセルドルフはもうご存知で日本人がたくさんいて、はい、これから日本代表のもしかしたらこう第二のホームグラウンドになっていくかもしれない。あのテレビで見ていても客席にも日本人の方多かったですね。そうですね。あの子供たちがたくさんいますので、子供たちがたくさん見に来てくれてよかったと思います。なるほどね。さあ後ほど詳しくちょっとあのワールドカップに向けてのアメリカ戦の分析とコスタリカ戦を展望していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで最後の話題に行きます。アメリカとの日本のサッカー代表の試合でした。大隅さん、はい、これすごい試合でしたね。というかあの日本こんなに強かったんですかと思ってしまったんですけれども、日本がやろうとしてることが全部できたような試合だったと思います。ああ、やっぱりそうですか。はい、まあ、森保監督がよく良い守備から良い攻撃っていうのがいるんですけど、はい、本当にあの前線からあの前田が、はい、よく落ちて、その前田のおかげにその周りがこう落ちて、はい、相手についてボールを奪った回数がものすごく多いんですよね。あー、で、なるほど。ボールを奪ってそこからもうすぐにチャンスにつながっていると、シュートにつながっているということで、はい、シュート16本から打って、はいはいはい、そのうち8本がボールの枠へ行ってる。これはもうああの自陣からつないでやっとサッカーシュートに打ったっていうんではなくて、はいはい、奪ってそのままの勢いでシュートまで持ってってる証拠だと思います。なるほどね。はい、そう聞いてみるとすごいだと思うんですけども、最初鎌田が2回ぐらいこうこれ入れてくれよというのは入らなかって3回目にやっと入ったのかな。そうですねアメリカのゴールキーパーはアメリカのチームだと唯一良かったですよね。ああ、良かったですね彼はね。ターナーっていうあのアーセナルでプレーする選手なんですけど、はい、あの、はい、アメリカのメディアも彼だけは合格点をつけてました。なるほど。というとそれ以外はアメリカはちょっと、調子が悪かったのかな。そうですね、まあ、本当にアメリカのメディアの採点によると10点満点の3点とかというと3点とかあまりつけないんですけど、 お前採点みたいなあの評価でしたね。あ、そうですか。元気がなかったですね、ちょっとね。なんか理由あるのかな。いや、エースのプリシッチっていうのが、まあ、ケルシーでプレーしてる選手なんですけど、はい、その選手が、まあ、欠場したこともあって、はい、攻撃があんまりこうまくいかなかった、まあ、それだけでなくてチーム全体にこう日本のこうプレスに対して、はい、ちょっと不備用になってた感じがしました。なるほど。ただものすごく変なことを言ってしまいますけれども、はい、ワールドカップ前にあんまりいい成績だったらワールドカップはいまいちというのがなんか私の印象にあるんですが、いかがでしょうか。僕もそのように考えてますけど、はい、だけど森保監督って本当にちゃんとしっかりした監督で、そういうところも理解しつつ、はい、チーム進めてますから、はい、これで慢心するとか
ちょっと気が抜けるとかっていうことはないと思います。なあ、そうですか。それと選手交代前半と後半でいろいろあって、はい、まあ、後半になると久保なんかが下がったんですけれども、はい、全然その戦力の違いとかそういうのが見えませんね、なかなか。そうです、はい、特に攻撃陣は変わって出てくる選手が別のキャラクター、はい、好きなプレーを持ってますので、はい、相手は本当になんかまた違うやつが出てきて、今度はこれかよっていうような感じで困ると思います。今度ワールド三笘ですね、はい、あ、三笘ですね、三笘さん、はい、ゴール素晴らしかったですね。あれ決めてくれるなと思ってテレビを見ていたら決めてくれたっていうのはこれはすごいなと思いましたけれども、得意な角度ですよね。そうでしたね、うん、これはどうなんでしょう、ワールドカップの本番の時にもやっぱり後半から使うという、はい、そういう使い方の方がいいんでしょうかね。まあ、今の状態だったら一番彼が生きるのはそういうふうな使われ方だと思います。なるほどね。ですね、こんなつぶやき来てますよ、はいはい、柏坂一大さんがツイッターで、はい、三笘と森保監督の戦術は相性が悪いのでしょうか、なんでスタメンで使わないのでしょうかってコメント来ておりますけれども後半で使われた方が三笘選手的には大丈夫っていう感じなんですかね。そうですね、やはりこのかなりこう個性的なプレーをするんで、はい、まあ、彼は周りとも十分合わせられますけど、はい、前半でああいうふうにこう、まあ、正統派のプレーをしておいて、うん、後半にの残り時間10分20分で彼を出すとものすごくつくっていうのはありますよね。それは日本の現在 のストロングポイントだと思うんですよね。はい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 、それをまあ試合の開始から使って、ああうまくいかなかったなって変えると、うん、そういうふうな、まあ、交代の武器が一人いなくなるわけで。なるほど、まあ、今としては現在としては今大会は三笘交代はい、いいんじゃないかと思います。今回はワールドカップのカタール大会は選手交代も増えたままでよろしいかと。そうです、5人です、5人のままです。5人ですね、はい、ということはそれはもうこれから恒常的なルールになりましたから、これからのカタールは全部5人交代制です。あ、今回のカタールのワールドカップだけではなくって、はい、ずっとという感じですか。そうです。どうなったらこれ J リーグとかそういうのでも全部やっぱり右へ習いするんでしょうね。もうやってますけど、実際にやってるんですけど、はい、サッカーは完全にこの5人交代制で大きく変わると思いますね。ああそうです、5人交代制はその、はい、交代の回数は3回とかそういうあれもあるんですか。ハーフタイムの交代は含まずに、はい、ハーフタイム以外で3回までですね。ハーフタイム以外で3回で合計5人が交代できるという。そうです、はい、これはなかなかなんて言いますか、戦術的に考えることができますね。はい、まあ、今までだと後半、残り20分引かれてそれをどうしようっていうのがあって、はい、そこにフレッシュな選手を入れる、攻撃にフレッシュな選手を入れたら相手がもう困るというようなことがありますし、そこに逆に守備にフレッシュな選手入れて、はい、守備を強くすることもできるわけですね。なるほど。ですから本当に考えることがたくさん増えたと思います。なるほどね、はい、これそして、明日エクアドル戦ということになりますけれども、うん、これはだいぶアメリカ戦とはテーマも違ってくるわけでしょうね。一つはもうメンバーを多分何人かは半分ぐらいは入れ替えるんではないかと思いますね、はい、でその選手たちをやっぱり調子を見てみたいというのがあります、はい、例えば南野であるとか、はい、古橋であるとか、はいはいはい、南野と誰でしたっけ。古橋。あ、古橋でした。はいはい、それから中盤の田中碧ですね。あ、田中碧ですね。はい、彼はデュッセルドルフの所属の選手なんで、はい、地元の選手なんで、はい、ぜひ、出て頑張ってほしいですね。なるほど、はい、もう一つはすいません、さっき、玉木さんが、はい、ワールドカップの前に調子がいいと、はい、ワールドカップはダメって話しました、はい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 、明日では逆に悪いところがたくさん出るんじゃないかと。おお、なぜですか。はい、変わったからということではなくて、やっぱりエクアドルっていうチームは非常に守備のしっかりした強いチームで、あー、そうですか。しかも浮かせにガンガン出てこないんですから、苦労することもあるし、逆にそれで罠にはまってカウンターを食らうっていうようなこともあるんじゃないかと思います。あー、なるほどね。ですから、まあ、全く新しい、この間できたから
できたこともできなきゃいけないですけど、はい、この間と違う課題を突きつけられることになると思います。それとアメリカの攻め方というかアメリカのやり方とは相当違うチームと今度はやるということになりますね。そうですね、コスタリカもそうですけどエクアドルもやっぱり守備を中心に、試合を組み立てる、守備を自陣でしっかり守ってそこから早い攻撃を繰り出すっていうのを得意にしてるチーム。それいつもそれをお伺いするときに不思議には思いになるのは守備を、強く増やしてそれから攻撃にっていうのはイタリアなんかもそうだけどなんか ラテン人ってもっとガンガン攻めてくるんじゃないのっていうのが意外と逆なんですよね。これいやラテン人の一番好きなことは勝つことなんです。勝つために何が一番こう確率の高い道かと考えたときに、はい、守備を固めてカウンターっていうのが相手に点をやらずに1点取って勝つっていうのが一番、勝利に近いというのは彼のなんていうんですかね思想というか。なるほどね。なんか ラテン系だったらもっとお祭りも祭りで攻めていけなんていうふうに思うのはこれは勝手な思いであってもっと勝利に対する執着というかそれがあるならば冷静に考えるわけですね。はい、ですから試合前 の、 あ、コイントスでも負けるのは絶対嫌だっていうメンタリティがそういうようなメンタリティ。じゃんけんでもじゃんけんでも嫌だし遊びでやる、サッカーでも絶対負けないっていうのが、彼らのメンタリティ。なんか全然全く違うことを思い出してしまいましたけれども、ラグビーで私の友人だった平尾誠二さんという人はじゃんけんは絶対負けるようにしてたらしいですね。みんなにグー、彼はグーを出すっていうのが分かっていてグーしか出さなかったという、うん、で相手は必ずパーを出してきたっていう、うん、で相手が場所を取るかボールを取るかで一つ作戦が分かるということが非常に重要だということを言ってたのは今思い出してしまいましたですけどね。まあそれとはだいぶラテン系とは違うわけですね。そうですね、なるほど。どっちかというとアングロ作戦系だったかな平尾さんは。まあそれはともかくとして、さてワールドカップだいぶ見通しはついてきましたですか。そうですね、まあ板倉が怪我した、はい、大阪の調子が上がってない、はい、まあいろんな心配あります。それから富安この間90分出ましたけど、はい、まあロンドン帰っちゃいましたけど。それは今度は富安出ないのか。でも富安良かったですね。はい、すごく良かった。富安素晴らしいですね、まあそういう彼らのコンディションの最終的に11月にどういうコンディションで集まれるかっていうのが一番やっぱり、はい、気になるところですから。なるほど。それはもう森保監督はもう どうしようもできないことですね。まあそりゃそうですね、はい、ただどうなんですか、11月に集まるときも別に日本を経由して集まるんではなくって、はい、そのままカタールの方に入っていくと。現地集合です。現地集合ということになるわけですか。はい、はい、で日本は、まあ、現地集合した後1週間後ぐらいにもう試合になるわけですか。そうですね、まあ1週間ちょっと前に入って、はい、で11月の17日に、はい、ドバイで、はい、カナダと試合、カナダと試合、はい、はい、でそれの試合がまあ最後のテストマッチみたいな形になって、な、はい、それでまた、ドーハに戻って最後の準備ということになる。なるほどね。それで最初に初戦にドイツを迎えると、はい、そうですね、はい、いうことですね。そしてドイツとは引き分けるということで、はい、よろしいんですか。勝つということでいいか。おっとっとっと、おっとって言っちゃいけない。試合やる前から引き分けるなんて言っちゃいけない。まあそうですね、そうです、失礼しました、うん、でも意外と慎重な大隅さんからその言葉をお聞きして、いやいや、今日は勝つという目標で試合をする。なるほど、はい、よく分かりました。はい、そしたら森保さんのインタビューというか記者会見に行ってください。はい、どうも今日はありがとうございました。はい、ドイツから、遠くの方から。ありがとうございました。大隅さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大隅さんのご出演ここまでとなります。大隅さん、引き続きお気をつけて取材活動をしてください。以上、今日のオプエドでした。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオプエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。